ってます。これは返し技っていうのもあるんですけど、コンビネーションです。基本的な切り方で、うん、6段切りってあるんですよ、うん、さっきのパターンを6回切るんですけど、これからやります。で短くなってきた場合に左足を後ろに引きます、うん、そうすると体の高さが落ちるので、でこう前かがみにならずに体をまっすぐに保って、いや、こんなに綺麗に切れたらいいですね、うん。じゃあ最初に、はい、木刀で素振りをして、はい、それから巻き穴に入りましょう。これは同じ角度で切れた場合に、このまんま上の部分を取るかもしれない。これは刀が回っていれば落ちる前に切れちゃうんですね。
ありがとうございます。